レッツライトニングトーク激バカでやってみました。東京で活動しております激バカと申します、はい。今回ですね、ゼロ号っていう作品をリリースさせていただきます。ゼロ号どんな話ですか？僕に話せって言うんですか？はい、説明を。全部今日あなたが喋るっていう手はずになってたと思うんですけどなんで僕に？コリッチ舞台芸術アワーの2014年第6位を取らさせていただいた作品でございます。はい、はい、ゼロ号っていうのは普通に戻った。うちの激バカっていう団体は、熱い男芝居、はい、演劇バカ、略して激バカみたいな感じで、熱くて笑って泣けて、まあ、盾もあったりエンターテインメントの王道でございます。毎回あれですね、ダンスもありますし盾もありますし、はい、歌ったりったりとか。そんなに時間ないよ。あ、ないですか？意外にあるっていう程度。意外にあるっていう。余裕を持って短いぞと思って、すごい余っちゃってたから、もうちょっとダラダラしていこう。ね、ダラ。ゼロ号はですね、まだ言うか、ゼロ号。まだ言うか。ゼロ号の。まだ、大阪公園もほら、近くにある。あ、大丈夫。